2016年2月19日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第7973は、山沿いの割と急なカーブ。早番のため、明け方に家を出た。原島中ではあったが、最低限の睡眠時間は確保していたので、意識ははっきりとしていた。早朝なので他の車も対向車もなく、空いている道路をいつも通り運転していた。そして、山沿いの割と急なカーブを曲がった瞬間、首を絞められた。自分の右手に。慣れた通勤路だったおかげで、無意識のうちに残りの片手でカーブを曲がり切ったが、その時ふと目に飛び込んだサイドミラーに映っていたのは、傷だらけの電柱とそこに置かれていた花束だった。その後は普通に両手で運転して、何事もなく一日が過ぎた。ちなみに後で知ったんだが、その場所は少し前に交通事故があった。レスキューを呼ぶほどの事故だったらしい。お買いた向けなので詳しくは伏せるが、いろいろ不審な点があったそうだ。ただの偶然の一致かもしれないが、これ以上あの場所で不幸な事故が起こらないことを祈る。ネットで見つけた怖い話。第7974は、これでいい？タイタにも投下したんが、同人から見かつ、吐き出さないと不安なのでこちらにも、何か白くて輝いてる、大学の教室か食堂みたいな部屋にいると、隣に黒髪の綺麗な女の子が座ってきて、いろいろ書かれたノートを見せながら、ねえ、これでいい？と聞いてきた。よくわからんが、なんとなく大丈夫だと思ったので、うん、みんな喜んでくれると思う。と返事すると、よかった。と嬉しそうに笑って、女の子が立ち上がった。その時、髪に隠れていた女の子の左目が見えた。目がなく、ただぽっかりと黒い穴が開いてるだけだった。私は、それを怖いともなんとも思わず、ポカーンと見ているだけ、そんな夢を見た。その夢を見た日、同人関係で知り合った知人が女の子を出産した。予定よりだいぶ早い出産だったので、その日に生まれたことは知らなかった。かなりの難産で、赤ちゃんは死にかけていたらしい。そして、その子は、生まれつき左目が見えないんだと、後日聞かされた。赤ちゃんが死にかけたのは、ちょうど私が夢を見ていた時刻だった。妊婦が病弱な人で、心配してたから夢に見たんだと思うんだが、あまりにいろいろ符合するんで、思い出すたびに怖くなる。ネットで見つけた怖い話。第7975は、消して欲しいファイル。たかたかと自分の部屋で SS を書いていたら、突然夫、一般人、が部屋に乱入。机の上の類語辞典と官能表現用語辞典をちらと一別した後に、君は親戚に顔向けできないことをしているという自覚はあるんだね。ならば君に何かあった時に消してほしいファイルは、あらかじめ僕に教えておくように、と言い置いて部屋を出て行った。それはまあそうだと思い、1メートルにも満たないテキストファイルの、罪に、夫に教えておいた。で、同時に夫から託された、罪に、があったのだが、それが、500G のハードディスクにぎっしり詰まった初多データだった。消去するより物理的に壊した方が早いだろうな、はははは。は ORZ、途中まで旦那かっこよす、わらだったのにそのうち、わら、二次元だけの初多も F 男子は結構いるよな。それにしても夫婦ならぬ夫婦だな。羨ましい W。てか官能表現用語辞典というものを初めて聞いた。なんか面白そうだな。初多な夫を持つ214です。意外なところに反響が、わら、辞典の名称ですが、正しい名称は、官能小説用語表現辞典、です。内容は、様々な官能小説の中から特徴的な表現を、より抜きさざえさんしたもので、前年齢板でなんですが、数字板の、ナエスレ、に非常に近い表現がてんこ盛りに掲載されていて、腹筋を鍛えるのには最適です。
そのまま使ったり参考にするには少々難を感じますが。萌えの表現は何でもありやー。とうのれのテレを取り去り、鼓舞するには最適の一冊です。わら。で、今日の夫の帰宅第一声は知ってる？丹丸学園級の R ユノスケ君のお父さんを仮面ライダーやってた細川さんが演じてるんだよ。手下 W、わら。夫次長 W、500G の初田データを、積みに、として託していた夫が、日曜日にそのハードディスクを私にくれた。2TB の自動バックアップ機能付き機能ライディ。ハードディスクに買い替えたそうだ。カミングアウトをしてから何やら弾けたらしい。今は出張先から、丹丸学園級がテレビで放映してないと泣きメールを多発中。こうなったらどこまで行くか、観察ブログでも作るか。ORZ。ネットで見つけた怖い話。第7976話、同性で年下のファン。いつか誰かに聞いてもらいたいと思っていた話。学生の頃、割とメジャーなジャンルでイベントに参加していた。ジャンル歴も長くなり、常連さんもちょこちょこいて嬉しかった。そんな時、ファンです、と話しかけてくれた女の子がいて、三つ年下の、おとなしめで可愛い子だった。何度か手紙や差し入れをもらってちょっとずつ仲良くなり、文通したりメールを送り合ったり、イベントのアフターを一緒に過ごしたりするようになった。その子と付き合って2年くらい経ったあたりから、ちょっと行動がおかしくなり始めた。私は、女なんだけど、街中で、手をつないでもいいですか？なんて言われて、それは恥ずかしいと断ったんだけど、そうしたら、持っていたアクセサリー用の手錠で自分と私の腕をつないだ。びっくりして、外して、と叫び外してもらったが、外だったので周りはドン引き。恥ずかしくて建物の中に入ったら、そこでキスされた。ほっぺただけど、怖くて仕方なくて、用事があるから、と逃げるように帰った。それからも執拗に、会わないか、と言われたんだけど、ごめん、都合が悪いから、とすべて断った。その後も、私が悪かったのなら謝ります。許してください。私を見捨てないでください。というメールが来たが、すべて流した。それからさらに数ヶ月経って、そのことも少しずつ疎遠になり、怖かった出来事も忘れかけていた。ある日、家でくつろいでいたら、弟から、今日家に友達連れてくから、と電話があった。お客さんが来るのかと思い、家の片付けをして待っていたら、弟が連れてきたのは紛れもなくその子だった。私は、驚いたというか恐怖で何も話せなくなったんだが、弟が続けて、俺の彼女なんだ、と、その子の家から電車で1時間以上かかる上に、ややこしい場所にある私の家を探し出して、弟の存在と弟の通う学校を知り、弟の友人からメルアドを聞き出して、メル友になって近づいたらしい。あの時、あの子が私に向けた笑顔が忘れられない。387、388。今日よ、作り話だと言ってくれ、でもその後どうなったのかを知りたい自分もいる。388。差し支えなければ後日談を聞かせてはくれないか。でもリアルストーカーにはならないまでも、ファン申告から普通に仲良くしてたら、疑似恋愛みたいな感情をこっちに向けてくる回線閲覧者、女の子、って確かに存在する。うちもあった。389。レスありがとう。作り話をつされそうな気がしてたから安心した。その日はとりあえず何もなかったかのように過ごして、後日弟にすべてを話して、弟はその子とすぐに別れた。やっぱりしつこく電話やメールが来て、着信拒否。プラス、メルアド変更した。また家に来るのではないかと、しばらくビクビクする毎日だった。私にも弟にも連絡がなくなって、今度こそ解放されたと思ったら、地元イベントで、私より3つ
スくらい上の作家さんにつきまとっているのを目撃した。その方も女性。しばらく何もなかったから、多分標的を変えたんだと思う。知っている作家さんだったからコンタクトを取って、その子のことを教えたんだけど。大丈夫大丈夫いい子だよ。と聞く耳を持ってくれなかった。今はどうなったかわからないけど、もう二度と関わりたくない。地元イベントには行けなくなったし、他のイベントでも年下の女の子に話しかけられると、未だに冷や汗をかいてしまうほどなんだけど、なんだかすっきりした。吐き出しになってしまったけど、どうもありがとう。思春期になると、同性に疑似恋愛的な感情を抱くことがあると何かの本で読んだけど、388はそんなの関係なく声。無事でよかったね。書いてる途中にですが、たまに恋愛感情っぽいものを向けてくる人は今までにもいたけど、自宅まで来た上に弟の彼女として乗り込んでくるなんて、そんなストーカーまがいのことをされたのは初めてだった。悪い夢かと思って怖さで死ねるかと思った。他人事だと思ってたけど本当に大変だったから、皆さんも気をつけてください。ネットで見つけた怖い話。第7977は、学校抜け出して家に帰った。怖くはないが、厨房時代に体験した話。当時すごくサボり癖がひどくて、その日も学校抜け出して午前中に家に帰ったんだ。で、自分の部屋、2階、にこもろうと思ってドア開けたら、部屋に見知らぬお兄さんがいた。鍵はもちろん閉めてたし、窓が割られたわけでもなかった。びっくりして固まってたら、あ、また間違えちゃった。俺よくやるんだよねー。ごめんね、すぐ出てくから、そう言って壁をこすり抜けて出て行ってしまった。その日は幻覚だったと思い込むようにして自分を落ち着かせた。しかし、お兄さんはそれからたびたび現れるようになった。私もだいぶ慣れてきたんで話を聞いてみたんだが、かなりの方向音痴だったらしい。そして迷い込むと、決まって学校をサボったことを説教して去っていく。また迷い込むの繰り返し、わら。高校に入学してからはサボり癖も落ち着き、それと同時に来なくなった。残してしまった彼女にお別れを言いたいと言っていたが、会えただろうか。504、多分偶然とはいえ504と出会ってしまって、504のことも気にかかってしまったんだろうな。504まともに学校に通い出したし、きっと彼女にも会えたか彼女が少しでも立ち直れたかしたのを見届けて、ようやく成仏できたんだろうな。幽霊だから出会えた人なのだけど、そういう人が幽霊なのは寂しいな。507、成仏してくれてるならそれでいいんだけど、もしまた迷い込んでくれるなら、ありがとうって言いたい。8つ当たりとかいっぱいしたけど、黙って受け止めてくれたんだよ。せめて墓ぐらい分かればな ORZ。でも困ったこともあって、原島中や友達から借りたホモホモしい同人誌を熟読中に現れて。分かってるくせに。ねえ、それ何？それ何？手にやにやしながら聞いてきたりしたのには参った。わら。ネットで見つけた怖い話。第7978は、自分が絵をつけると変なことが起きる。オカルト話で申し訳ない。自分はちょっと前から小説に転校した元絵描き。どういうわけだか自分が絵をつけると変なことが起きる。最初にやった商用紙では出版社が潰れ、別の出版社から出した本も原稿の表現で言われのない因縁をつけられ、さらに他で単行本収録するので揉めている。小説に挿絵をつければその小説は売れなくなるし、自分でも下手だとは思わない。実際プロで食っていたんだし、小説に転校して初めてわかった。同人も出版もこんなに波風の立たないものなのか、と。だけど小説はシリーズものなので、また最新刊は自分が絵をつけなくてはならない。悪いことが起こらなければいいが。418。ち、あ、
ノー。でしょう。泉を思い出した。あの人も描くとこ描くとこみんな潰れる OR 休館だと嘆いてた。偶然だろうと思ってたけど、ゲイメヌともなくなったしな。連載した雑誌をことごとく潰すと噂されてる幻獣、少年の霊もある。最新のところでは、雑誌本体は生き残ったけど出版社がなくなっちゃったよ。結構長く連載してたんで、よほど馬があったのか、今回は大丈夫そうだと安心してたのに、雑誌じゃなくて、その上に行くとは思わなかった。連載した雑誌がことごとく休刊廃刊となる伝説。続行中。おもつ。超人69。もう忘れてはいけない。かの手塚先生も火の鳥を連載すると、ことごとくその雑誌が廃刊になったり出版社がアゴンして、結果未刊になってしまわれてたね。逆に考えると、そういうとこに自ら吸い寄せられてしまう巡り合わせなのかもしれん。431。それでなくてもあの雑誌にはケケ本泉がいるというのに、この人も似た伝説持ち。そこに69が来るとはこれなんて死亡フラグ?と一時騒然となったもんだ W。434。実際のところ。雑誌の先行きが怪しい。じゃあカウントダウンまで好きにやらしてもらうか。なら個人的に好きなあの先生に描いてもらおう、というパターンが多いそうな。ネットで見つけた怖い話。第7979は、付き合う相手を不幸にする。昔のジャンル仲間の一人が、疫病神が守護霊なんじゃないのかと思うくらい付き合う相手をことごとく不幸にしてたな。彼女と会った後にはほぼ確実に怪我をする病にかかるトラブルに巻き込まれる。あの頃はオフが主流、というか運動人なんてない時代で、イベントの地に打ち上げで飲み会という流れがデフォだった。不幸に会いたくはないが、小さなジャンルだったし、彼女一人をハブにするのも悪いと思って。当時彼女と付き合いのある人は、自分も含めて、常に厄除けとかのお守りを持ってたよ。しかし、私らは怪我や病気をしても数日数ヶ月程度で済んだけど、もっと大変だったのは彼女の彼氏たち。私が彼女と付き合いがあったのは4年くらいだったけど、その間だけで5人中4人が亡くなった。死んでない1人は、ある日いきなり失踪してそれきりらしい。一体彼女はどんな用を背負っていたのだろう。4年で5人ということは、彼氏が死んでも死んでも隙間なく次々と男と付き合ったわけか。そのタフさが怖い。4人目や5人目は付き合うの怖くなかったんかね。442。むしろ、俺がそのジンクスを破ってやる。的な男だったとか。442。さすがに付き合い始めや付き合う前に。私と付き合うと死にます。死ななくても不幸になります。と自己紹介してから付き合う人はいないと思うよ。特に、439みたいなジンクス持ち本人としては。こんなジンクスは嘘。今度こそ大丈夫。と思って付き合いたいところだと思うし。彼女はいわゆる元ヤンの歌で、こういう範囲が広かったのもあってか、男が常にキレてなかったと記憶してるって、走り屋とか血の気の多いタイプが多かったようで、3人は事故死、1人は喧嘩だかなんだかで頭打って、後日それが原因で亡くなったそう。本人は445のように、自分にそんなジンクスなんてない、あれは偶然、と思っていたようで、自分から絶対にそんなことは言わなかったけど、それでも不安には思っていたようで、お祓いに行った、と言ってたこともあった。その後にも周囲の不幸は続いてから、あまり効果はなかったみたいだけど。ネットで見つけた怖い話。第7980は、サイト見てきました。あまりにも怖かったので吐き出し。数年前の夏の祭典に、地元の友人 A と初参加した時のこと。スペースには、サイト見てきました。ってお客さんも結構来てくれて、初参加ながらなかなか楽しかった。コミケ参加の翌日は秋葉で観光&買い物して回ったんだが、
とある喫茶店で休憩したとき、映画、お手洗い、途中座。まったり待っていると、振り向いちゃダメ。手代でいいからメールが、なんだろうと思いつつ本文を読むと、ホテルからずっとついてきてる人がいる。今斜め後ろの席にいる。とのこと。A の気のせいじゃないかと思ったんだけども、コンタクトを直すふりして後ろを確認。コミケで、サイト見てきました。手本を買ってくれた B だった。場所が場所なだけに偶然じゃないかと思ったんだけど、新幹線のホームでさりげなく確認したらまだいる。そして新幹線を降りて改札口を出ても、まだついてきていた。A とはメールや筆談で、このまま地元に帰るのはまずい。と相談。地元とは楽方向の在来線に乗り、彼女が隣の車両に乗るのを確認した上でドアが閉まるギリギリで降りた。動き出した電車の窓越しにビート目があったけれど、ものすごい怒りの様相で睨まれて、その場でへたり込みそうになったよ ORZ。その後はぐるぐると方向違いの電車やバスを乗り継いで、普段の数倍の時間をかけて帰宅。帰ってみると、サイトのメルフォには大量のメール。内容は、せっかく一緒にご飯でも食べようと思ったのにうんぬん。あなたはぼーっとしてるから私がついていてあげないとうんぬん。あまりにも怖かったので、サイトも閉鎖してジャンル撤退した。A のサイトにも粘着が湧いて、彼女も同人から遠ざかってしまった。で、数年経ってこのこともあんまり思い出さなくなっていたんだけど、今日で先で不意に肩を叩かれて振り向いたら B がいたんだ ORZ。お久しぶり。って、情けない話だけど、悲鳴を上げて逃げ出しちゃった。全力疾走で引き離して、いろんな交通機関乗り継いだからついてきてはいないと思うけど、怖い。地元を出て就職した先でまさか再遭遇するなんて ORZ。今日のオカルトスレ。閲覧注意。オカルト話にハマったんだけど八尺様ってのが一番怖いの？まだ怖くて読んでない。読んだらたたられる系かな。閲覧注意。八尺様。カンカンヘビネジ。邪詞。スクーモノ。リアル。山の毛。リンク。3。あれはガセだろ。5。ガセなのか？山の毛とかいうの読んで車乗るの怖くなった。7。入れたわ入れたわ入れた www。12。マジでやめろ。山の毛の怖さを100とした時八尺様はどれくらい？リゾートバイトってのも読んでみたいけど怖い。13。リゾートバイト。リンク。22。ごめん俺これ無理出しの部分で怖すぎて閉じちゃった。20。リゾートは読むのに時間かかる。28。山の毛が100としたらリゾバ、リアルあたりは、200、300軽くいきそうなイメージがあるんだけど。8。創作をガセって言っちゃう男の人って。9。女なんだがまあどうでもいいけど。23。シャック様、八尺様、リゾバ泉の広場ぐらいだな。面白かったのは、大阪梅田泉の広場の赤い女。リンク。シャック様。リンク。27。小鳥箱は怖いというより後味が悪いな。八尺様は階段としては良い意味で古典的で正統派な気がする。小鳥箱。リンク。30。超怖いよ。風呂入れねえ。八尺様どんな感じか。誰か3秒くらいで笑笑すけ。35。背が高い八尺様に気に入られる。くるとボボボボボボボとか聞こえる。車で全速力で逃げても悠々と横の窓から覗いてくる。44。襲われる系じゃないのか。じゃあ大丈夫かな。車に入り込んでくる山の毛さんマジ怖えわ。49。八尺様はちょっぴり背の高い女の子気に入った男の子をどこまでも一途に追いかけるひたむきな子だけど八尺様は村から出られないの。そんな八尺様が偶然田舎にあって主人公に一目惚れしたからさあ大変。八尺様の思いは実るのかしら。っていうお話。38。3人の小学生が秘密基地で遊んでる時に可愛がってた犬を殺される話誰か知らねえ。43。危険な好奇心かな。リンク。53。それだわ。わらこれも結構怖くねえか。
62。結局人間が一番怖いんだよな。52。信憑性皆無だけどリンフォンは好き。リンフォン。リンク。54。リゾートバイト産業。60。54。死んだ子を復活させる儀式が失敗しました。67。母親が息子を女にしたいってネットで相談する話が一番怖い。悩む母親。リンク。77。その手なら、うちにある人形の汚れが落ちない。手のが短くて秀逸。みんな人形って洗ってやったりしてるの？最近臭いが気になるんだが、ソフビアがれきは洗わんだろ W。ラブドなら一緒に風呂入るけど W。しかも髪ブラッシングしてやったらごっそり抜けた。もうダメかもわからんね。目玉が落ちた。大きくて可愛い目だったのに。でも、もっとコロンって感じかと思ったけど、腐ったかき替えだから落ちる様だった。本当に人形なんだろな。うるせえ。ああ、臭い取れねえ。畜生。畜生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 。75。角点々が3つある世界から来た人とか。津が3つの世界。57。3年くらい前かな？確か半袖着てたし夏だったと思う。当時俺は、大学出て社会人になったばかりで。結構精神的に参ってた時に高校時代の友人 A から電話があった。友人 A 曰く、俺も大学出てから精神的に参ってたけど〇〇っていう。自己啓発系のセミナーですっごい気が楽になったよ。とのこと。まあうさんくさいが A は高校時代から宗教にはまるタイプじゃなかったし。最悪社会勉強になればいいか程度の気持ちで A と待ち合わせてセミナーに行く約束をした。駅から A の車で1時間くらい走ってそのセミナーに行ったんだが。一見工事現場とかによくありそうなプレハブ小屋が山の中に立ってて、A と俺が車から降りるとスーツを着た人たちが迎えてくれた。なんでもそのスーツの人たちもセミナーの受講者らしいんだが、休日を返上してセミナーでボランティアをやっているそうだ。俺は、もうセミナーのうさんしゅうさと気持ち悪さで逃げ出したかったが、A の車で来てる以上走って逃げ出すわけにもいかず、しぶしぶ A の後について建物の中には行って行った。開業してなくて読みにくくてすまん。そのセミナーは紹介した人間が参加料金を払うというシステムらしく、A が受付で俺の分の料金を払っているのをぼーっと眺めていると先ほどの、スーツ男が、新規の方はこちらです。とレオパーテーションの中に案内した。パーテーションの中には椅子型のマッサージ機をもっとお尽くしたみたいな、感じのリクライニングチェアまで案内された。なんでもその椅子に付属されたスピーカーで左脳を刺激して、脳を活性化させるらしい。正直もうなんとでもなれと思い椅子に座ると、スーツ男が俺の隣にあったスピーカーと加湿器のスイッチを入れて、呼吸を楽にしてください。時間が来たら起こします。と言ってパーテーションから出て行った。なんでこんなことになっちゃったんだろうなぁと思いつつ、天井を眺めてると2から3分くらい経つとやたら鼻がムズムズして、来てあくびが止まらなくなった。最初は眠いのかな？くらいに思ってたんだけど尋常じゃないくらい。あくびが止まらない不安になって起き上がろうとすると数人のスーツ男が飛んできて俺を押さえつけた。椅子のスピーカーからはプツプツという連続音が鳴ってて、頭がグワングワンしてやばいやばいと思ったがくあくび止まらないし、もう顎が外れそうなくらいあくびが出ていたかった。口が閉まらない口の両側の皮がプチプチと切れる音がする。息ができなかった。まるで誰かに口を思いっきり拡張されてる。みたいな感覚でパニックになってそこからどうなったのかは、よく覚えてないけどおそらく気を失ったんだと思う。気がつくとまだセミナーの建物の中にいたけど誰もいない。さっきまであった加湿器とか受付とかパーテーションとかも、なくなっててプレハブの中は俺の座ってたごつい椅子しかなかった。長文。それからしばらく普通に生活してたんだがどうも文字の物忘れやら勘違いがひどくなった。いや、
勘違いというよりは以前いた世界と違う場所に来た感覚っていうの。一番ひどかったのはカタカナの、つ。外前いた世界だと点が3つだった、俺の名前に、つ。がつくからずっと勘違いしてたとは思えないし気持ち悪い。A に電話したらケーキ屋さんが出た、長文。ケーキ屋さんが出たところでなんか諦めちゃったんだよな。A の連絡先は調べられないのか？友人とか名簿とかあるだろう？あとその CD は今もあるのか？他に何か61地震に変わったことは？質問ばっかで申し訳ないけど気になるんだよ。お前やばいよ。釣りだと思うけど、違うなら心療内科かなんかに行った方がいい。図の点々が3つだったことなんて断じてない。A は調べや知人つながりでわかるかも。でも正直怖いんだよな。ぶっちゃけ今は結構普通の生活を送れてるし事をこう立てたくないんだよな。CD は探せばあるかも。ちょっと待ってて。やばいよなーだよな。精神科医は一回行ったけどな。つと知って点の数同じだしわかりにくいから3つの方が良くない？まあ俺が間違ってんだけどさ。CD 音源うっ。俺も今の世界と違う世界に行きたい。なんか文章は普通なんだが心がない雰囲気だ。なんて言えばいいのかな。ま、どうでもいいんだけどねみたいなこと思ってそう。そのケーキ屋ってのも引っかかる。ケーキ屋。ええと連絡取ろうぜ。何かわかるかもしれんし。長文。リンク。リンク。85。どこかでその話の時に、木の線って昔3本じゃなかった？みたいなレスを見たんだけど見つからない。79。リンフォンは読んだよ結構怖かった身近にあれに近いものがあったらやだな。86。リンフォン読めたなら尺八読めるちょっと背の高い可愛い女の子の恋物語だもの。96。そうかそうかじゃあ読んでみようかなこの手のオカルトスレ見るときどうやら。八尺様ネタが多いみたいだからついていけないんだ。88。双眼鏡で外見てたら、よくわからんのが手を折りながら走ってくるのはなんてタイトルだっけ？あれは怖いわ。89。やってくる。リンク。97。そうこれこれ後日談もオチも解説も解決もないのが余計に怖い今この瞬間に窓の外に虚像で。91。よだれ先生のだっけ。94。あとじゃしも怖い山の毛といいカンカンだらといい経験が苦手。102。滑落死した男が残したビデオテープの内容が変わって。地獄に引きずり込まれる様子が記録されてたやつ。522。亀だけど遺言ビデオ。リンク。103。そういえば昔シャレコアで読んだ覚えがあるんだけど見つからない話がある最初にマンション。から落ちてくる人と目が合って以来、自分の周りに変な顔が浮かんで見えるようになってそれを祈祷師のばあちゃんだかなんだかに除霊してもらうような話だったんだけどこれでわかる人いるかなぁと主人公が学生だったのは確かだな。学校でも顔が見えてたみたいな文があったはずだし。109。部落みたいなとこ？のクラスメイトに笑いながら殴られる話か。111。あった。浦エスク。リンク。117。うわぁこれだマジで THX。前に探した時は全く見つからなかったんだよなぁ。105。あなたの娘さんは地獄に落ちました。ってのあれ結構怖かったかも。あなたの娘さんは地獄に落ちました。リンク。121。個人的には木先木。大死体廃墟の引き出し開けて中を見た少女がババババババ。近畿先パンドラ。リンク。126。近畿先だな、あれは不気味。134。それだ。少女が狂ったシーン想像したら GKBR だった自分の髪の毛くわえ出すとか。125。八尺様本当に思ったより怖くなかったこれで全文なんだよな。127。でも猿夢みたいな不気味さが残る。137。田舎プラスたたりの話はどれも似たり寄ったりで飽きた。140。
田舎系の話はどれも大人がやたら敏感で差しがいいな。143、くねくねも小鳥箱も八尺様も一つ流行ると二番煎じが腐るほど出るからなところで救うもの好きな奴はいないのか。144、唯一の友達の性癖が理解できないってやつが怖かった。あれ結局どうなったんだよ。唯一の友達の性癖が理解できない。リンク、153。あれキモいよな。162。被災地の知人がここ1年、食傷気味なくらい取れたての怖い話教えてくれるわ。あっちは1年経ってもまだまだそんな話や出来事が尽きないみたいだわ。165。廃墟廃村マニアとかやってると不思議な経験は多々あるんだぜ。じゃあ被災者の俺が。167。簡単でいいんでなんかください。170。夜中津波でやられたあたりに行くと人影が見えるってのはよくあるね。しかも一人二人じゃなくて大勢やとカラスが俺んちの庭に人の腕置いてった。177。カラスにグッと来た。200。ストーリーになってるものは少ないけど、ボランティアに来た兄ちゃんたちが、寝泊まりする場所なくて浜辺に車止めめて泊まったらしいんだ。ところが夜中になり、その車が避難所。だったか知人の家だったか。に向かって爆走してきた。驚いて何があったかといただすと、夜になり車の中で就寝していると、突然車が大きく揺れ出した。地震かと思い飛び起きると、揺れではなく、誰かが車を外から叩いてる音だった。しかもあらゆる方向から無数と、さすがに怖くなり、飛び起きて爆走してやってきたそうだ。ちなみにその兄ちゃんは予定切り上げて早く帰郷した後はマンション住まいのそいつはピンポンダッシュがすごい増えたと言っていた。その時は、ふーん、って感じだったが、同じく被災地の親戚。うちの実家がそっちなので知り合い多いのです。がこれまた、最近ピンポンダッシュが多い。という話をしていて、さすがにその時はゾッとしちゃった。209。私も何回かボランティア行ったがその手の話結構聞くのよ。地元の方の噂になってるとは思わなかった。173。リゾートバイト、リアル、カンカンダラ、ハどっちかというと読み物だった。危険な好奇心も楽に山のけ、キサラギ駅がすごい怖かった。自分が会うかもしれない系が怖い。あと名前忘れたけど、林の中に黒い何かがいて追いかけられるやつとか。キサラギ駅。リンク。203、愛犬とキャンプに行ってそいつと遭遇して後日愛犬が死んでしまったやつか？あれはなかなか良かったな。正体が非常に気になる。212、ルッツか？変なものを見てしまった。リンク。変なものを見てしまった。後日談。リンク。216、そんな名前だった気がするな。確かその愛犬に化け物の毛が刺さって後日死んでしまったとか、山に住んでるおっさんの家に逃げ込むシーンがあった気がする。218、ルッツは怪我したけど生きてなかったっけ？死んじゃったのは尻尾の話の犬かな。尻尾、これは俺の祖父の父、俺にとってはひいじいちゃんが体験した話だそうです。大正時代の話です。だいぶ昔ですね。ひいじいちゃんを、仮に、まさお、としときますね。まさおは狩りが趣味だったそうで、暇さえあればよく山狩りに行き、イノシシやノウサギ、キジなどを取っていたそうです。猟銃の腕も大変な名人だったそうで、狩り仲間の間ではちょっとした有名人だったそうです。山、というところは、結構不思議なことが起こる場所でもありますよね。俺のじいちゃんも、マサオからいろんな不思議な話を聞いたそうです。今日は、その中でも一番怖かった話をしたいと思います。その日は、カラッと晴れた5月日和でした。マサオは猟銃を担いで、一人でいつもの山を登っていました。愛犬のタケルも一緒です。ちなみに秋田犬です。山狩りの経験が長いマサオは、一人で狩りに行くことが多かったようです。その山にはマサオが自分で建てた山小屋があり、取った獲物をそこで料理して、酒を飲むのが一番の楽しみでした。その日は早朝から狩りを始めたのですが、獲物は全く取れませんでした。すでに夕方になっており、山中は薄暗くなってきています。マサオは、
あと1時間くらい頑張ってみるか。と思い、借りを続けることにしました。それから30分ほど経った時です。マサオが今日の獲物をほぼ諦めかけていると、突然目の前に立派なイノシシが現れました。子連れです。マサオは狙いを定め弾を撃とうとしましたが、突然現れた人間にびっくりしたイノシシは、急反転して山道を駆け上がっていきます。マサオは1発撃ちましたが、外れた様です。愛犬のタケルが真っ先にイノシシを追います。マサオもそれに続き、険しい山道を駆け上りました。15分ほど追跡したでしょうか。とうとうマサオは、イノシシの親子を見失ってしまいました。タケルともはぐれてしまって途方に暮れていたところ、遠くでタケルの吠える声が聞こえます。その吠え声を頼りに、マサオは山道を疾走しました。さらに10分ほど走ったところに、タケルはいました。深い茂みに向かって激しく吠えています。そこは、左右に巨大な松の木がそびえており、まるで何かの入り口のようにも見えます。マサオはそこをよく知っていました。狩り仲間の、いえ、その周辺の土地に住むすべての人々の、暗黙のタブー、絶対入ってはいけない場所、でした。マサオは幼い頃から、何度も両親に聞かされていたそうです。あそこは山の神さんがおるでなぁ、迂闊に入ったら食われてまうど。と、しかし、なぜかその禁断の場所からさらに奥へ進むと、獲物が面白いように取れるのだそうです。ただ、掟を破り、そこに侵入した漁師などは、昔から行方不明者が後を絶たないそうです。しかし、タケルがその茂みに向かって果敢に吠えています。あのイノシシ親子が近くにいることは間違いないのです。マサオは誘惑に負け、禁断の地へと足を踏み入れてしまいました。時刻は午後5時を過ぎており、まだなんとか周りは肉眼で見渡せますが、狩りをするにはもう危険な明るさです。タケルも先ほどから吠えるのを止めています。さすがにもう諦めるかなとマサオが思っていた時、再びタケルが猛然と吠え出し、駆け出します。マサオもそれを追い、50メートルほど走ったところで、タケルがうなり声を上げながら腰を落として、威嚇の体勢をとっていました。とうとう見つけたかとマサオは思い、前方を見ると、そこは少し開けた広場のようになっていました。そこに黒い影がうずくまって、何かを咀嚼するような音が聞こえてきました。凄まじいほどの獣臭があたりに漂っています。マサオは唾を飲み込み、地面に片膝をついて猟銃を構えました。イノシシじゃないな。マサオはそう判断しました。イノシシにしては体が細すぎるし、体毛もそんなには生えていません。狼か？一瞬そう思いました。が、この山中に狼がいるなんて、聞いたことも見たこともありません。よく見ると、それは、地面に横たわった先ほどのイノシシの子供を食べています。獲物を横取りされたように感じたマサオは、それに向かって猟銃の狙いを定め、撃とうとしましたが、引き金にかけた指が動かないのです。それどころか、体が金縛りにあったかのように動きません。奥歯だけは、恐怖のあまりにガチガチなっています。そして、マサオの気配に気がついたのか、それは食事をやめ、ゆっくりとマサオの方に顔を向けました。どう見てもそれは、人間の顔だったそうです。しかも、2から3歳くらいの赤子の、体長は1メートル50センチメートルほどで、ヒョウのような体、薄い体毛。わかりやすく言うならば、ヒョウの体に顔だけ人間の赤子。といった風貌です。化け物だ。マサオの恐怖は絶頂に達しました。それ、ワイノシシの血でギトギトになった口を下で舐め回しながら、マサオに近づいてきます。殺される。マサオがそう思った瞬間、タケルが、それ、に飛びかかりました。タケルは、それ、の右前足に食らいつき、首を激しく振っています。それ、は人間の赤子そっくりの鳴き声を上げ、左足でタケルの鼻先を引っかいています。しばらく唖然としていたマサオですが、我に返ると体が自由に動くことに気がつきました。すぐさま一発撃ちます。不発でした。そんなバカな。マサオは猟銃の手入れを欠かさずやっており、
今日も漁に出る前に最終確認をしたばかりです。もう一度引き金を引きました。不発です。マサオが手間取っているうちに、それ、はタケルの首筋に食らいつきました。タケルが悲壮な鳴き声を上げます。マサオは無我夢中で腰につけていた大型の山刀を振りかざし、こちらに背を向けている。それ、の背中握りつけました。ルアーと、発情期の猫のような鳴き声で、それ、は泣きましたが、またタケルの首筋に食らいついたままです。マサオはもう一度山刀を振りかぶり、それ、の尻尾を切断したのです。尻尾を切断された。それ、は、あるる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 、と叫び声を上げ、森のさらに奥の茂みの中へと消えていきました。マサオはしばらくの間、呆然と立ち尽くしていましたが、タケルの苦しげな、ははは、という息遣いを聞いて、我に帰りました。タケルの首筋には、人間の歯型そっくりの髪跡がついていました。出血はしていましたが、傷はそれほど深くなく、マサオは消毒薬と布をタケルの首に当て、応急手当てをしてやりました。なんとか自力で歩ける様子です。もたもたしていると、またあの化け物が襲ってこないとも限りません。マサオはタケルと共に急いで山道を下りました。やがて、マサオの山小屋が見えてきました。ここからだと、マサオの村まで30分とかかりません。安堵したマサオは、さらに足を早めて村へと急ぎました。変だなとマサオが思ったのは、山小屋から下って15分ほど経った時です。同じ道をぐるぐる回っているような錯覚を感じたのです。この山は、マサオが幼少の頃から遊び回っている山なので、道に迷うなどということは、まずありえないのです。言い知れぬ不安を感じたマサオは、さらに足を早めました。さらに15分経った時。そんなバカな。目の前に、さっきの山小屋があったのです。マサオは混乱しましたが、あまりの出来事に気が動転し、道を間違えたのだろうと思い、もう一度、いつもの同じ道を下りました。しかし、すぐさまマサオは絶望感に襲われました。どうしても山小屋に戻ってきてしまうのです。タケルも息が荒く、首に巻いた布からは血が滲んでいます。マサオは気が進みませんでしたが、今日は山小屋に泊まることに決めました。マサオが山小屋の中へ入った時は、すでに午後8時を過ぎていました。急に安堵感、疲労感、空腹感がマサオを襲い、マサオは床に大の字になって寝転がりました。そして、先ほど遭遇した化け物のことを考えていました。やっぱり、あれは山の神さんだったんじゃろか。そう思うと体の震えが止まらなくなり、マサオは気づけに山小屋に保存してある焼酎を飲み始めました。保存食用のイノシシの燻製もありましたが、あまり喉を通りませんでした。タケルに分けてやると、喜んで食いつきます。今日は眠れねえな。そう思ったマサオは、猟銃を脇に置き、寝ずの番をすることを決心しました。ガリガリ、ガリガリ。何かを引っかくような音で、マサオは目が覚めました。疲労感や酒も入っていたので、いつの間にか寝てしまっていたようです。時計を見ると、午前1時過ぎでした。ガリガリ、ガリガリ。その音は、山小屋の屋根から聞こえてきます。タケルも目が覚めた様で、低くうなり声を上げています。マサオも無意識のうちに猟銃を手に取っていました。まさか、あいつが来たんじゃなかろうか。そう思ったマサオですが、山小屋の外に出て確かめる勇気もなく、猟銃を握りしめて、ただ山小屋の天井を見つめていました。それから10分ほど、天井を爪で引っかくような音が聞こえていましたが、やがてそれもやみました。マサオにとっては、永遠に続く悪夢のような時間でした。音が止んでも、マサオは天井をじっと睨んだままでしたが、やがて、ボソボソ、と、人間のつぶやく声のような音が聞こえてきたのです。ポポ、マサオは恐怖に震えながらも耳を澄まして聞いていると、急にタケルがすごい勢いで吠え始めました。そして、何かが山小屋の屋根の上を走るような音が聞こえ、何か重いものが地面に落ちる音がしました。タケルは今度は、
山小屋の入り口に向かって吠え続けています。ガリ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 。さっき屋根の上にいた何かが、山小屋の入り口の扉を引っかいているようです。タケルは尻尾を丸め、後退しながらも果敢に吠え続けています。だ、誰だ。思わずマサオは叫びました。猟銃を扉に向かって構えます。すると、引っかくような音はやみ、今度はその扉のすぐ向こう側から、はっきりの人間の子供のような声が聞こえてきました。しっぽ、しっぽ。あいつだ、マサオは恐怖に震えました。ガチガチなる奥歯を噛みしめ、何の用だ。と叫びました。タケルは、まだ吠え続けています。しっぽ、しっぽ、私のしっぽを、返しておくれ。それ、は、はっきりと、人間の言葉でそう言ったのです。マサオはたまらずに、扉に向かって散弾銃を一発撃ちました。ぎょ。と奇妙な叫び声が扉の向こうから聞こえ、マサオは続けざまに二発、サンタと撃ちました。散弾銃に開けられた扉の穴から、真っ赤に血走った目が見えました。しっぽ、しっぽ、私のしっぽを、返しておくれ。人間の幼児そっくりの声で、それ、は言いました。しっぽなんて知らん。帰れ。マサオは続けざまに引き金を引こうとしましたが、体が動きません。しっぽ、しっぽ、私のしっぽを、返しておくれ。それ、は壊れたテープレコーダーのように、ただそれだけを繰り返します。知らん。あっちに行ってくれ。しっぽ、しっぽ、私のしっぽを、返しておくれ。再びガリガリと扉を引っかきながら、それ、は扉の穴から怒り狂った赤い目でマサオを見ながら繰り返し言います。タケルも吠えるのを止めて、尻尾を丸めて縮こまっています。俺じゃない。お前の尻尾なんて知らねえ。あっちに行け。マサオは固まったままの体で絶叫しました。すると、それ、は、いいや、お前が、切ったんだ。と叫び、扉を破って中に入ってきたのです。マサオの記憶は、それから途切れ途切れになっていました。扉を破って現れた幼児の顔。怒りをむき出しにした血走った目。鋭い前足の爪。自分の顔に受けた焼けるような痛み。それ、に飛びかかるタケル、無我夢中で散弾銃を撃つ自分。マサオが気がついた時は、村の病院のベッドの上でした。3日間昏睡状態だったそうです。マサオの怪我は、左頬に獣に引き裂かれたような裂傷、右足の骨折、体のあちこちに見られる擦り傷など、かなりの重傷でした。マサオは村人には、熊に襲われた、とだけ言いました。しかし、なんとなくマサオに何が起こったかを感づいたようで、次第にマサオは村八部のような扱いを受けていったのです。やがてマサオは東京に引っ越し、そこで結婚し、俺の祖父が生まれました。ちなみに、この話はマサオが肺がんで亡くなる3日前に、俺の祖父に話して聞かせたそうです。地名は、和歌山県のとある森深い山中での出来事、とだけ言っておきます。ちなみに、愛犬のタケルですが、まるでマサオを守るかのように、マサオの上に覆いかぶさって死んでいたそうです。肉や骨などは、ほぼ完璧な状態で残っていたそうですが、なぜか内臓だけが、一つも残らず綺麗になくなっていたそうです。223。多分、それじゃないと思う覚えてる範囲だと男女二人。計4人。で夜中の山道をドライブしてたら林の奥に黒い何かとしか形容できないものを見つけて車で必死に逃げるんだけど同じスピードで追いかけてきて病院に逃げ込んだら後部座席に乗ってた二人が発狂してた、とかいうやつです。225。なぜかすごく寒くなるやつ229。多分それで砂唾なのに。その黒いの見てから寒くなってた気がします。230。何それすげえ気になる。240。一時期、怖い話系にハマってた時にどこかのサイトで見たんですけど名前もどこで見たのかも全く思い出せない。245。そういうのって似たような話多すぎてわからんよね。加水もそれっぽい話だったし。258。
火水を検索してちょっとだけ読みましたけど、違うみたいです。というかこの時間帯に落ちのわからない怖い話は読めなくて。確かに車で山道ってよくある話ですね。でも幽霊とかじゃなくて、よくわからない何か怖いもの。という描写が、なんとなく印象に残っています。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話。火水。封鎖されたトンネル。リンク。267。もしかして不気味なものかな？閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話。カルト宗教の性奴隷。不気味なもの。リンク。270。これです。夜中でも黒でもなかったけど、確かにこれです。もしこれが追いかけてきたらと思うと、すごく怖い。174。明美ちゃんの方が怖かった。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？明美ちゃん。リンク。175。人形のやつか。186。サザエがタラちゃんを亡くした後の話が怖かった。カツオ。姉さん。それはタラちゃんじゃないよ。リンク。213。にちゃんで一番怖いのは幽霊だけど質問ある？だな。リアルタイムで見てたらさぞ怖かったろうな。幽霊だけど何か質問ある？前編。リンク。幽霊だけど質問ある？後編。リンク。215。あれ落ちどうなったん？219。俺も前に気になって調べたんだが、あるブログによるとインターネット接続の設定をいじって再現可能らしいので、多分幽霊じゃないと思われる。236。あとあれだな、先祖が人食いだった話。巻物のやつ落ちが怖すぎてビビった。俺の先祖は恐ろしい人物かもしれない。リンク。239。L。ののののの。まるまる。V。T。に M。まるにさん。248。思い出したじゃねえか、マジやめろよ。247。一時だが疲れたようにシャレ教を読み漁ったな。やっぱり無双とか殿堂入りしてるのは面白い。まだ出てきてないやつだと晴海の末路が格別だな。閲覧注意。現実的でシャレにならない怖い話。晴海の末路。出たらやばい。リンク。263。あんたの子供欲しかったな。257。知ってると思うけど師匠シリーズ書いてた人は今はプロの小説かな。師匠シリーズまとめ。リンク。259。誰だよ。264。海だろ。266。これも怖いな。本当なら、どこなんだろう。海からやってくるもの。リンク。269。探してほしいオカルト話あんだけどいいかな。話のあらすじは全然覚えてないんだけど、地域に異様な家があって、ある日その家の窓が開いてて、よく見たらのっぺらぼうの女が顔を左右に振ってた。みたいな話。これマジでビビったんだが、知ってる人いない。271。オカルトソムリエの俺に任せろ。リンク。279。怖すぎてワロタ。のっぺらぼうじゃなくて目をつぶってたんだった。っていうかそっちの方が怖いです。286。なかなか怖い話に精通してそう。語り口が良いとかじゃなくて背筋が凍るような怖い話を教えてくれ。それなりに怖い話を読んでパターンも読めるようになってしまった。282。長い話より単純な風呂で髪を洗ってる時に誰かがいるとかの方が怖くね。297。なんだっけかな、かなり昔に聞いた怪談話を思い出したわ。夜寝てると周りを小さな子が歩き回ってる気配がするっていうんでお払いしてもらってお札をもらって帰ってきて、しばらく何事もなかったけど、ある日突然寝てる耳元で無駄だよって聞こえたっていう話。299。絶対戻さない。318。水場って霊とかを引き寄せるっていうよね。あと鏡とか、暗闇の中にポツンと灯る鹿とか。そうそう、小さな声で歌うのも引き寄せるんだぜ。上の話とは関係ないけど、トイレや風呂場の窓って南側を避けるから、夜に外から見るとポツンと明るいんだよね。ああ、水場で鏡もあるんだっけ。怖いからって歌っちゃダメだよ。
283。おや、お前、あの場所に行ったのか。293。神主。いいか、絶対に扉を開けるなよ。319。見たのか。引き出しの中を見たのか。327。数年後、あのナエが死んだんよ。284。絶対にこれをしてはいけませんよ。ケイト。これをすると霊が来ちゃいますよ。ケイは未だにダメだ、多分本気の。サスちゃん。加減員。287。このスレ開いた時点で来てるよ。290。やめて泣いちゃう。288。そういやここまで動揺系が出てないな。やっぱり怖いのはサスちゃん。トーヤンセ。あとは歌にまつわるうすら怖い逸話。リンク。294。カゴメカゴメか？まあ解釈がたくさんあるけど赤い靴は悲しい話だから違うよな。今は教科書にも載ってないし。328。近畿先やカンカンヘビネジみたいな。〇〇に行ったらダメ。K は、そこに行かなきゃ害はないからいいんだがくねくねやりあるみたいな、何気ない日常生活に。いきなり目がトンキューのが現れる話はかなり苦手。344。なんか物件の写真に座敷わらし写ってたことあったよね？あれなんだったんだろう？350。もしかして押し入れに頭半分だけあったやつか、しかもコラじゃないやつ、あれは鳥肌立った、でか今も立ってる。351。リンク。これ？357。やめろうわー。356。動画リンク。ぜひこれ最後まで見てくれ。わら怖い話で一番笑った。362。あとお化けが急に現れてびっくりするような動画よりも、リンク。みたいに、不気味な映像の方が好きと言ったら変だが、怖さを感じるアンテナが反応する。372。これマジで苦手。366。そろそろ眠気限界だからトイレ行って寝ようと思うが怖くて PC から動けない子の中にテラ生まれの方がいらっしゃったら僕にはぁ。的なことしてくれると助かります。370。コップ一杯の水を用意してください。用意できたところで呼び出してください。373。おい、やめろ。375。何それ？385。お疲れ様。怖い話。リンクあたりでググれ。376。それはシャレにならん。459。アクサラがトピーじゃね？やばいやつに遭遇したかもしれん。アクサラ。リンク543。勇者。魔王倒したし帰るか。リンク544。まだあったのか、それ読んだことあるけど怖いというより壮絶すぎる。513。おしまい。